静香ちゃんとパパ最終回第8話、マイノリティあるあるかわいそうな人生について。父が学校に写真撮影に行った際、子供たち耳が聞こえないのはいつから、父生まれつき、子供たちかわいそう、さくら先生はかわいそうなんて言ってはいけないよと子供たちを指導しなきゃと思ったようですけれども、聴覚障害である父がかわいそうではない理由を説明することができず悩んでしまいます。最終回では子供たちにこう説明します。私は息子から毒親と言われている夫と離婚、息子とはうまくいかず離れて今は一人寂しく暮らしている、父は住民の人に囲まれているし娘の静香さんに支えられている、父はかわいそうではないと思うよと伝えます。かわいそうは自分で決めようねっていう話になります。まあ実際は障害者だと仕事が見つからないとか、友達との人間関係が長続きしない居場所がないとか、かわいそうな人生の方も多い気がします。私も子供と接するときにちゃんと勉強してちゃんとした就職をしないと私のように休めないし給与も安い、悲しい人生になっちゃうから頑張ってねとよくはないですが、分かりやすいので伝えることはありますね。